こんにちは、エスティローダービューティーアドバイザーの木村です。今素肌の綺麗さを決めるのってこのマスクから見えてるところのここの部分の透明度ですよね。美肌の秘訣といえばこの透明度です。皆さん写真を撮るとき加工アプリとかって使いますか？あの均一な肌色、色ムラのないお肌、ノイズのないお肌、それが透明度が高いお肌と言われています。そんな美肌の秘訣、肌の明るさを全体をアップする、今日はブライトニングケアをご紹介します。エスティローダーの2大美容液アドバンスナイトリペア、そしてパーフェクショニストプロシリーズ、こちらが新しくなって登場です。2月26日発売、パーフェクショニストプロブライトセラム N パワーアップして登場しました。ブライトニングのケアって皆さんご存知ですか？この肌全体を明るく均一にすることですごく透明度がアップします。このお肌が綺麗に見えるくすみのないお肌、そしてキメを整えて、もちろん明るく輝くツヤも出してくれるケアです。早速テクスチャーを見ていきましょう。こちらすごくみずみずしいのでスッとこのようにお肌に入っていきます。つけた瞬間からこの透明感、そしてこの季節潤いも欲しいという方に長時間持続する安心の保湿効果もあります。そしてお肌色がこう明るく均一になることでマスクを外しても心配ないお肌にしてくれます。若い方はさらに綺麗なお肌に、そして年を重ねた大人の肌の方も若々しいお肌を目指すことができます。つけ方ですが、この横顔、ここをね綺麗に見せたいので、まずお顔全体につけます。その後にお顔に蝶々を描くんですね。こういったバタフライタッチです。蝶々を描いて隅々までつけます。私はこの頬にくすみやシミがあるので少し重ねて、摩擦なく優しく重ねています。新しい生活様式になって、皆さんお肌の調子ってどうですか？結構冬なのに肌荒れ、吹き出物では肌荒れするとか、あとはですね、前よりもしっかりお手入れしてるのになかなか化粧品が効かない、そんな方にはこちらの集中ケアをおすすめします。こちら集中トリートメント、パーフェクショニストプロブライトエッセンスアンピューレです。皆さんお肌の周期って何日かご存知ですか？そうです、28日なんですけれども、こちら1本7日間で4本こちらセットになっています。医薬部外品の薬用集中美白美容液です。アンピューレはこちらのスポイトで取ります。お顔全体にはこのぐらいの量です。テクスチャーはこの水のようなこの軽さです。なのにつけた後一日中何度も触りたくなるぐらい、すごくみんなが大好きなこのツルツル感が出ます。表面を整えて滑らかな肌に導いてくれるビタミン E、 そしてこの輝き、肌を明るくするビタミン C、 医薬部外品の成分がたっぷり入っています。今までの生活でこうメイクでお肌をきれいに見せれてる部分ってあったんですけども、メイクができなかったりとか、あとは今マスクをしますよね。白いマスクをすることで、こう少しでもお肌がくすんでいると、濁っていたりするとくすんで見えると言われています。なので今ベースメイクもツヤとか透明感、素肌感なんていうワードを皆さん耳にするかと思います。そんな方におすすめの美容液です。こちらはですね、ただの美白が気になる方だけの集中ケアではなくて、お肌の再生リズム、この28日を整えてくれることで、いつも使っている化粧品が効きやすく、そんなお肌にしてくれるアンピューレです。使うタイミングはいつもお使いのお化粧水の後に使います。お顔全体に朝晩お使いください。私はとにかくお肌の明るさ、マスクを取った時のこの素肌の綺麗さを目指しているので、このアンピューレの後にこのパーフェクショニストプロブライトセラム N を使っています。重ねる美容液はお持ちの美容液、他の美容液でも何でも大丈夫です。
そしてですね、肌を今ねストレスな生活が続いているので、肌がすごくストレスにさらされている時や季節の変わり目なんか、肌を着替えたい時にはこの集中トリートメントをおすすめします。ブライトニングケアの仕上げはこちらです。エスティローダーで人気のモイスチャーライザーシュープリームにブライトニングケアも加わりました。マスク荒れしやすい今年のお肌にこちらのシュープリームプラスブライトクリーム、そしてミルキーローションでバリア機能を整えてあげてください。このバリアすることでマスクを外しても透明度、肌の透明度をキープすることができます。エスティローダーではこのように素肌から肌を輝かせるブライトニングケアが揃っています。気になる方は店頭にサンプルもご用意しております。そしてエスティローダーではオンラインでもカウンセリングを実施しています。メイクやスキンケアの悩み、カウンセリングを受けたい方はご自宅から受けることができますので、お近くの店舗やこちらオンラインサイトをご覧ください。